3、2、大ガホー、大ガホー、大ガホー、ドラゴンゲートが香港にやってきたぞ。ドラゴンゲート、ドラゴンゲート、ドラゴンゲート、ネクト勝利、ネクト感動ゲームチャンピオン、イエーイ。香港のフィッシュボールゲートが参戦してねえんだよ、おい。おい、なんやフィッシュボールゲートって。おい、それなんやそれ。それなんやお前。フィッシュボール太郎や。パックマンや。怒ってるぞフィッシュボール太郎も。笑っとるやねんか。顔笑っとるやねんか。ええやつやねん。怒りを出さへんねん。吉野さん、神戸でタッグ組んだじゃないですか。いや、タッグは組んだけど、フィッシュボールゲートって何よ。何言ってんすか、フィッシュボールって言ったら香港のソウルフードでしょ。え知ってる僕のリングネーム覚えてますか、神戸で戦った時。フィッシュボール速攻ですよ。フィッシュボール速攻。ひどいわ。プライベートでは香港よく来てるくせに。うるせえな。関係ねえやろお前。わし今日はな、ちょっと勝負してもらうぞ。なんで俺だけ仲間外れやねん。まずはウォーミングアップ程度や。おウォーミングアップ行こうか。見たろやないか、実力を。なんで上からやな、お前。お前なんで上からやな、お前。速攻から始まる。イエーイ。古今東西、関西編、たこ焼き、お好み焼き、水性かけ、おーやって言うてんの。おい、ちょっと待って待って、どんなやってね。おい、負けも負けも違うよ。おい、やろ、それやろ、それやろ。水天閣、ドラゴンゲート、ドラゴンゲート登場、佐野宮、妙田に、いたやど妙法寺、ドラゴンゲートオフィス。待てドラゴンゲートオフィスは、オフィスは何やろ、おい。オフィスは、オフィスはドラゴンゲートできたな。オフィスとか道場とかな、妙法寺じゃな、ローカルすぎんねん。わからんやろ、香港の人、妙法寺わからんわ。俺も久々言うた、お前、妙法寺だ、お前。俺の勝ちや、ここん東西悪いけど、よっしゃー、一緒。全然盛り上がってんやんけ、お前。全然盛り上がってんやんけ。よし、次はな、1対1で勝負や。吉野さんは世界一早い、はい、プロレスラーと呼ばれてますけど、世界で一番、最もスピードが要求される競技何か知ってますか。世界で最も一番速い競技、あの、I don't know。 叩いてかぶってじゃんけんポンです。あのさ、俺香港まで来てさ、このゲームやんのこれ。最初はグー、た、叩いてかぶってじゃんけんポン。最初はグー、叩いてかぶってじゃんけんポン。はい、最高、ちょこれちょっと待ってよ、これこういう音するのがあれだね、ババーン言うてたやん。ちょっとやっぱり早かった、早かったよ、むちゃむちゃ早かった。圧勝やん、これな。さあ、そこポタ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 、ちょっと静かにして。清水さん、はい、前回、はい、僕のフィッシュボールアタックが、はい、くしくも、まあ官庁によって敗れましたけども、そうそう、その技を超える技を僕はこの1年考えてきました。絶対嘘でしょそんな。その名も、はい、ハリーポッター。そこポッターじゃないのそこ。ハリーポッターアタック、バカロやりたいって。よっしゃ、これ見ろ、ハリーポッター。僕は弁慶さんの弱点を知ってます。弁慶さんは無茶ぶりに弱い。どうぞブルース・リーのモノマネをしてください。どうぞ。うわあ、うわあ、うわあ、よっしゃ、勝った。今のは確実に決まった。何に勝ってん、今のは。今のは何に勝ったん。勝った感想や。嬉しいわ、なんかほんま。いや、一人しか自己満足してねえよ。最後にちょっと香港のファンの皆さんに一言いいですか。お、oh,
今次表演機嚟到香港，實在非常之開心。而你亦都報咗仇啦，係嘛？啊，你都好開心啦。嗯，開心。咁不如今日觀眾再見，好唔好？好，再見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 。